183丁目駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT ジェロームアベニュー線の駅である。ブロンクス区、ユニバーシティハイツとフォーダムにまたがる183丁目と、ジェロームアベニューの交差点に位置し、4系統が終日停車する。駅は1917年6月2日の、ジェロームアベニュー線149丁目、グランドコンコース駅。 キングスブリッジロード駅間の開業とともに開業した。相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、急行線は定期旅客列車の設定はない。1995年、または地下鉄サービス削減の一環で当駅を他の2、3駅と共に廃止することを検討していた。しかし、結局廃止されることはなく、 営業を続けている。駅は2007年3月5日より、ジェロームアベニュー線内5駅の改装を行う5500万ドルの契約の下で、キングスブリッジロード駅と共に改装工事が行われた。なお、残りの3駅は、この2駅よりも先に改装が行われている。この改装工事は、予定より8週間ほど早い5月21日に終了した。改札口は、 ホーム下にあり、南北ホームから階段が接続している。改札口からは西183丁目と、ジェロームアベニューの交差点北西、南西及び東183丁目と、ジェロームアベニューの交差点南東に階段が、それぞれ一つずつ接続している。駅から西へ3ブロック離れた場所から駅を望む。ありがとうございます。